はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はまあタマムレで買ってみた500円ガチャを回復していきたいと思います。はい、本当タマムレで買ってみたやつなんて多分そんな大した内容にはならないとは思うんですけど、はい、それじゃあ開けてみます。もうこのまま持ってきちゃいました。これはノーマルが4枚3枚かな、でスーパー以上が1枚っていう噂でした。500円です。でどうしようか。じゃあまあどれでもいいや、これからやろうか。これどっちだ、こっち、なんかこれがノーマル、これが これがなんかスーパーっぽい、じゃあ置いとこう。はい、エンシェントシャーク、ハイパーメガロド、こんなあったっけ、アビスノーズ限定解除。はい、ってことはまあこれだな。はい、じゃあいきます。はい、ブルーアイズカースマックスドラゴン、まあ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 ね、まあね、なんかだいぶ気づいてんのが気になるけどまあでも500円なの、十分ね、いけるんですか。はい、じゃあ次がどっちや、こっちにしようか。はい、これがなんかカッチリやってんだよ多分こうかだな。はい、マジックストライダー、ヒーローマスク、フェザーマンですね、これフェザーマン、これしょぼいな完全になんか誰かがなりすましていておかしくはないとは思うんですけどこんなとこ置いてたらマスクはい、ヒートハート、はい、まあ10代が使っていたカードだったら、なぜならこれも10代にしてほしかったな。じゃあ、はい、いきます。うおー、マジか、500円っすよ。マジ、はあ、まあこれもなんかちょっと気づいてっけど、やばい、パネ俺多分一番の当たりじゃね。いやまあなんかガチャのところにはスペルビアの宿とか入ってると言ってたから、まあ、だから虚無の宿とかに入ってるから、まあ超は大当たりじゃないけども全然当たりじゃない、これマジか、すげえ。でラスト、これ最後だったな、完全これ最後だったな。多分これもか、多分これもドドドバスターのこれパラレルデュエリストバックだから、はい、エクシーズドライバルで、コクーンベール、はい、あ、なんかヒーローで、ヒーローでなんかここ、あれだな漁ってたら、オリバの内容に多分固まってたんでしょうね、ヒーローのあたりのあっこらへんの。じゃあこれラストいきます。ヌメロンドラゴンまあまあまあいいか、持ってないしね、私これ持ってないもんねまあでもこんなもんか、いやでも通告データってすごいな、これなんか最近オリパで通告をよく見る気がするなんかよく入ってる気がします、店の中でもみんな売ってんのかな、なんかそんな気がしますね。あーでも最近あれか、通告ガン積みのデッキが少なくなってきてるのかもね、次元障壁とかばっかでね、だからみんな売ってるのかもしれない、分からんけど、遊戯をやってなかったから分からんけどね今まで、はい、それじゃあ久しぶりというか本当初めてですけど、オリパ開封、オリパじゃねえわ、ガチャか500円ガチャ開封動画、以上になります。それではワクテカでした。バイバイ。